今日はですね、多摩川の河川敷、河原のロケ地のね、まだ紹介してない場所をちょっと紹介したいと思いますが、まあ、参考になるとすればね、右にあったあの関戸橋ですね、そしてね、この左の方に見える、京王線のね、鉄道橋があります、そしてね、さらにね、この奥にはね、高速がありますね。この3つの橋がですね、重要なポイントとなりますと。はい、まずはね、ここ府中中川原側になりますね。前の方にはね、多摩川があって関戸橋が見えますというところですね。第8話でですね、大木と清美と明子がね、歩いてた場所というのはね、僕ね、この辺ではないかと思うんですよね。川があって後ろにね、山がある感じなんですよね。でね、なぜここと思うかと言いますと、やっぱ反対側とかですとやっぱりね、ずっと橋がありまして、必ずね、背景に橋が映るはずなんですよ。なのでですね、ここはですね、背景に何も映ってないことからここかななんて思われますね。はい、さらにですね、ちょっとね、この反対アングルもありまして、反対アングルはまあ大体こんな感じなんですけど、このね、左のマンションはね、実はドラマ当時からあるんですよね。ただここのでかいマンションはもう、ドラマ当時はありません。まあドラマ当時はこんな感じだったのかななんて思いますけど、正直ね、一発目からね、ちょっと微妙ですね。はい、まあこんな感じです。はい、前に見えるのがね、関戸橋でございますね。次はですね、第22話でですね、大木くんがね、平山くんを殴ってた場所というのがね、やはりね、ここだと思うんですよね。というのもやっぱ大木くんの後ろに見えてたこの青い橋がやっぱ関戸橋なんですよね。はい、殴られたのは、多分この奥の方でこう話してるこのカットあるんですけど、このカットのね、奥の見えるね、これがね、京王線なんですよね。で、京王線もね、よく見るとこう、ここのね、奥の方にね、京王線が見えるのがわかるかと思いますね。はい、というわけで、まあこの撮影はね、おそらくこの辺かと思われますね。はい、こんな感じです。はい、次はですね、第14話でですね、大木くんとイソップがこう2人ここいた場所というのが、おそらくね、この河原だと思うんですけど、奥の方に見えるのが、関戸橋でございますね。はい、でね、2人が歩いてるシーンがありまして、この奥に見えるのがね、これ間違いなくね、これ関戸橋なんですよね。なのでどうでしょう、このアングルとかもおそらくね、この辺だと思われますが、正直ね、河原の感じもね、全然変わってるんですが、まあ、背景に見える景色から言うとやっぱりね、僕はこの辺を歩いてて、さらに、この辺でね、話してたのではないかとね、僕は思います。はい、いかがでしょうか。はい、ただいまね、多摩川があって、ここね、京王線がございますと。で、今ここの場所が、府中市側でございますね。第24話でですね、賢治と相模一高の監督が話してた場所というのが、僕はね、ここではないかと思われますね。でね、後ろにね、見えるこのね、鉄道橋がね、やっぱりね、一緒なんですよね。はい、そしてですね、背景に見えてた電灯がね、やっぱりこう反対側の道、これどうでしょう、同じなんですよね。そういうわけでね、2人が歩いてたのはここでほぼ間違いないと思います。そしてですね、この反対側を相模一高の監督がね、歩いてるシーンっていうのがあるんですけど、このね、道がずっとちょっとね、右に曲がっていく感じもね、やっぱりね、同じですね。奥に見えるこの橋はですね、あのドラマ当時はありません。はい、そんな感じです。第13話でですね、佳代さんが河川敷を走ってる場所に、賢治が来るっていうシーンですね。ここがね、京王線があって、やっぱりね、この辺だと思うんですよね。走ってでね、奥の方に見えるね、この鉄塔ありますよね。この鉄塔がね、やっぱりね、同じなんですよね。そしてこの隣の白い家もね、おそらくね、同じですね。はい、というわけで2人はね、ちょっと見にくいですけど、この辺にいるってことになりますね。はい、反対側の方にマスターが来るんですけど、そのマスターが来た道はここですね。マスターの後ろに見えてた電灯というのがですね、こう見ての通りここに映ってるので、やっぱりね、マスターはここにいたってことになりますね。はい、この後ですね、カヨさんがバーッとね、走っていくシーンがありますね。はい、そしてね、ケンジとね、マスターが話してたのも
この辺りだと思います。はい、どうでしょうか。はい、続きましてはですね、第9話でですね、ケンジと大木が話してたところに、イソップが来るっていうシーンなんですけど、まずね、このシーンで奥に見えてるのが同じく京王線でございますね。ということからもう2人はね、やっぱこの辺の河川敷で話してると思われるんですけど、でこの後ですね、イソップがバーって走ってくるんですよね、2人の元に。2人の背後に見えてたこの建物がですね、おそらくここに見えるね、府中市第8中学校の建物だと思うんですよね。どうでしょう。というわけでやっぱりね、3人が話してたのはこの反対側のこの辺というわけになるわけですね。はい、イソップが走っていくシーンあるんですけど、これもね、このままこっち側に向かって走ってくる感じなんですよね。はい、どうでしょうか。やっぱね、当時と比べてもだいぶ茂ったみたいな感じですね。はい、ケンジの後ろに見えてるね、学校もね、おそらくね、この建物ではないかと思いますね。はい、まあこんな感じです。続いてはですね、第1話でカヨさんが走ってる場所というのはね、やはりここではないかと思います。奥の方にね、京王線が走ってるのも同じですからね。でこの後ね、川が映りまして、夕日の中を走ってるシーンが出てくるんですけど、鉄塔が見えて川がある、このアングルがやっぱりここではないかと僕は思いますね。はい、左にね、京王線が見えまして、右の方にね、関戸橋が見えます。ここはね、今度はね、東京都多摩市側になりますね。第17話でですね、恵子とね、ケンジが話してたこの河原というのがね、おそらくね、後ろの方に鉄道橋が見えまして、まあ、ちょうどこの辺ですね。どうでしょう。このね、川の流れとかもね、微妙にね、同じですね、やっぱ。そしてね、ケンジの後ろに見えてたこの関戸橋ですね、ここもね、同じように見えてますからね。はい、次はですね、第12話でですね、恵子がね、この配達途中に、男たちにさらわれるシーン、この場所をちょっと探してるんですけど、ここにね、鉄道橋があって、こう一宮公園になりますね。周りがね、ちょっとヒントとなるものがほとんどないんですよね。ただここ車が走っている場所は、おそらくね、これ河川敷だと思われるんですよ。なのでね、車がね、走ることができる河川敷といえばね、ここのね、一宮公園くらいなんですよね、僕が知る限りね。なのでね、この辺のね、歩道をね、稽古が配達してたのではないかと思われますね。まあそうですね、鉄塔っぽいのがね、背後にいくつか見えるので、おそらくやっぱりね、このアングルではないかと思いますね。はい、まあこの辺はちょっとね、ほんと微妙なんですけどね。はい、いかがでしょうか。はい、ただいまね、多摩川の前に見えますのが、中央高速でございますね。ここはね、東京都のね、もう国立市になりますね。第19話でですね、大木と恵子のお兄さんがね、このね、喧嘩をしたこの場所というのがですね、この中央高速の高架下なんですよね、この辺。今見ての通り工事中でして、このね、下の方には行けないみたいな、こんな感じなんですよね。そしてね、この河川敷はですね、第20話で名村さんがね、こうここで佇んでた場所というのもね、おそらくここなんですよね。でこの名村さんの元に、この3人が歩いてくるシーンがありますが、このね、中央高速のこの赤い橋が今のこの橋なんですよね。まあ、なのでね、この3人が話してたのはおそらくね、今はこう草ぼうぼうですが、この辺かと思われますね。ここでね、お父さんって言わないんだな、だからおーって言って立ち去っていくシーンもおそらくこの辺なんですけどね。はい、ちょっと下行けるかどうか行ってみましょうか。はい、はい、今ね、高速の下の方来てるんですけど、ここの喧嘩のシーンでケンジが止めに入ってですね、この後ろの方にね、これ日の橋なんですよね。この日の橋が見えるのが奥のね、ここに日の橋見えるんですよね。まあ、という感じでね、ことからもやっぱりね、この下でね、
撮影されてますね。はい、ちょっと行ける範囲で行ってみます。はい、ちょっと下に降りてきたんですけどね、ちょっとね今この先は行けないんですよね、工事中で。でどうでしょうか、こうこの辺に稽古のお兄さんが待ってて、後ろからね、大木が来るっていうのはどっかこの辺だと思うんですけどね。はい、でまあこの辺の河原でこう喧嘩してたんでしょうかね。はい、と思いますね。ちょっとねここも微妙ですかね。そしておそらくですけどこの方からね賢治がやってきて、そしてこの辺で、引き止めるとね、で なぜかあの川の方からねマスターのバイクでやってくるみたいなシーンもねここでしょうか。いやこの辺もどうなんですかね、だいぶ変わってはいるとは思いますね。はい、今日はねスクールウォーズロケ地の戦時期河原のロケ地をね紹介しました。いかがでしたでしょうか。河原のロケ地はやっぱヒントとなるものが少ないので、やっぱりね特定はね難しいんですよね。僕最初ねあのスクールウォーズのロケ地をやろうと思った時に、まあメインであるねこの河原のロケ地からやろうかなって思ったんですけど、やっぱりね場所があまりにもねわからなすぎて、まあどんどん後回しになった感じですよね。はい、今日はこの辺で失礼します。